オックスフォード、オックスフォードは、イギリスのイングランド東部にあるオックスフォードシャーの州都である、地方行政区ローカルガバメントディストリクト。英語圏において最も古い大学である、オックスフォード大学の拠点であることから、大学都市として有名。オックスフォードは、夢見る戦闘の都市として知られる。この言葉は、詩人マシュー・アーノルドが、大学を構成する。 建造物が建築として調和を実現していることに関連して造語したものである。オックスフォード南東部のカウリー。カウリーは自動車製造の長い歴史を持ち、現在でもミニを製造している。オックスフォードはドイツのボン、フランスのグルノーブル、ニカラグアのレオン、オランダのライデン、そしてロシアのペルミと姉妹都市提携をしている。これらの都市はすべて大学都市である。 人口は157,997人、2014年推計で、民族構成は、イギリス系が72.4%、アイルランド系白人が1.4%、その他の白人が6.7%、南アジア系が8.5%、中国系が4.3%、黒人が3.7%、根血が3.0%、その他が2.5%となっている。 オックスフォードは、サクソン時代に人が居住し始め、最初は語英語で、オクサンフォルダ、オクサンフォードとして知られた。オクサンフォードとはおうオクセンが渡ることのできるアサセ、フォードの意味ある、イギリスに多くある地名の、フォードは、ア浅瀬、私場のフォードに起源がある。ドイツ語地名の、フルと、ファートに対応する。8世紀に、セイフリデスイで。 フリードスワイドの女子修道院の創設とともに都市としての歴史が始まる。最初の文書記録としてはアングロサクソン年代記の912年の記述で言及されている。10世紀になるとオックスフォードはマーシア王国とウェセックス王国の間の軍事上の拠点として重要な意味を持つようになり数度にわたりデンの信仰を受けた。オックスフォード大学は12世紀の記録で 初めて言及されている。オックスフォードの最古のカレッジ、学寮は、ユニバーシティカレッジ、ベイリオールカレッジ、1263年、そしてマートンカレッジ、1264年である。オックスフォードのクライストチャーチ大聖堂、クリストチャーチカセドラルは、一つの教会が、大学の聖堂と司教座聖堂を兼ねているという、世界でも、例を見ないユニークな聖堂である。 ももと聖フリデで数位での修道院聖堂であったが、建物が拡張され、カーディナルズ・カレッジの一部に組み込まれた。その後、1546年に、クライスト・チャーチ大聖堂として、再び独立した建造となった。以降、現代に至るまで、オックスフォード教区の主教座聖堂となっている。タウン、町とガウン、学生の間の関係はしばしば悪化することがあった。 例えば1355年のイスコラスティカの日の暴動といわれる事件では数人の学生が市民の手で殺害されている。新京都革命イングランド内戦1642年から1646年の間、オックスフォードはロンドンを追放されたチャールズ一世の宮廷を迎えていた。オックスフォードの街には議会派の強い支持が存在したが、 王党派の本拠地として王の宮廷は維持された。しかし1645年のネーズビーの戦いで王党派は大敗を喫し議会派に次々と拠点を奪われ、町は翌1646年にトーマス・フェアファクス指揮下の議会派勢力に屈した。1790年にはオックスフォード運河が死をコベントリーに結び、テムズ川へと連結させた。 1840年代には、大西部鉄道、グレートウエスタン・レイルウェイと、ロンドン及び北西部鉄道、ロンドンノースウエスタン・レイルウェイが、オックスフォードとロンドンを繋いだ。19世紀には、イングランド国教会を再び、ローマのカトリック教会と和解させようという、オックスフォード運動がこの地から起こり、イギリスのみならず、ヨーロッパ全域からの注目を集めた。 オックスフォードの視聴者、タウンホールはヘンリー・ティー・ヘアが建設し、その祖先は1893年7月6日に置かれ、後の国王エドワード7世によって1897年5月12日に公開された。視聴者の建てられた地は1292年のギルドホール以来、地方行政府の所在地であり、オックスフォードはであり、ロードメイヤー市、ロードメイララティであるが、 なお伝統的な故障であるタウンホールが使用されている。20世紀初頭に至り、オックスフォードは急速な産業と人口の増大を経験し、印刷及び出版産業は1920年代までに十分な確率を見た。この時代にはまた、オックスフォードの経済と社会は大きな変容を遂げた。ウィリアム・モリス、初代なフィールド施策、ウィリアム・モリス。 ファーストバイクウントナフィールドが、市の南東端にあたるカウリーにおいて、自動車の大量生産を行うため、モリス自動車会社、モリスモーターズカンパニーを設立したためである。1970年代初頭までには、2万人を超える、人々が巨大な、モリス自動車及び圧延工、フィッシャー、モリスモーターズプレスドスチール、フィッシャーの工場群に雇用され、カウリーで働いていた。 この時代までに、死は二つの部分から構成されるようになっていた。モードリン橋マグゲラン・ブリッジの西にあたる大学都市と東にあたる自動車都市である。この状況から、オックスフォードはカウリーに残された、包みだという解脈が生まれた。カウリーは、ブリティッシュレーランドの衰退が起こった1980年代と199年代に、 大規模な失業をこむったが、現在は BMW による新型ミニ車の製造で成功を収めている。自動車工場への移民労働者の流入、近年における東南アジアからの移民、そして膨大な学生人口は、オックスフォードに顕著なコスモポリタン的性格を与えている。とりわけ、ヘディントン及びカウリーロード、カウリーロード地区においてその傾向は著しく、多数のバーやカフェ、 レストラン、クラブ、エスニックショップ、ファーストフード店舗で賑わっている。1954年5月6日には、ロジャー・バニスター、ラジャー・バニスターが、オックスフォードのイフリーロードのトラックにおいて、1マイルを4分未満で走破する正式記録を打ち立てた。オックスフォードにある、もう一つの大学であるオックスフォード・ブルックス大学は、以前には、ヘディントンを本拠とする。 オックスフォードポリテクニックであったが、1991年に大学認可直居場を得た。ロンドンから2時間弱、オックスフォードには旅行者を魅惑する多数のアトラクションがあり、いくつかは大学に関係している。著名ないくつかの建造施設同様、街の中心部はカーハックスタワーに通じる憩いの場であり、歴史をテーマにした車乗り旅行である、 オックスフォード物語の起点にもなっている。夏場には、テムズ川、オックスフォードを通過して流れており、オックスフォード辺りの上流では時として、アイシスとも呼ばれるや、チャーウェル川での平底の小舟であるパントを使った修行の旅に人気がある。オックスフォード大学のカレッジを除く、オックスフォードに本拠地を置く、サッカークラブチームに、1893年創設の オックスフォードユナイテッド、オックスフォードユナイテッド開始、1882年創設の、オックスフォードシティ、オックスフォードシティ開始が存在している。2012から2013シーズン、オックスフォードユナイテッドは4部相当の、フットボールリーグ2に、オックスフォードシティは6部相当のカンファレンスノースに、それぞれ所属している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。